日本人は全員滅べばいい。アメリカのテレビ番組で反日発言をした中国人キャスターが世界中で大炎上しました。中国で有名なテレビキャスターのヤン・ラン、未だ反日思想が根強い中国で育った彼女は過激な反日発言を繰り返しています。そんな中、アメリカのテレビ番組に出演した際、日本を批判する発言をし、アメリカ人司会者から鋭い指摘を受けることになりました。そのことに激怒した彼女は、結果的に世界中で大炎上する事態に陥ってしまったのです。彼女が大炎上した理由とは一体何だったのでしょうか。今回は反日中国人キャスターヤン・ランの過激な反日発言についてと、それに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。強い反日思想を持つヤン・ラン。1968年に中国の北京で生まれたヤン・ラン。彼女の母親は土木技術者で、父親のヤン・ミンフさんは北京外国語大学で英文学を教えていました。その影響からか、彼女も北京外国語大学へ進学し、英語や文学を学んだのです。大学卒業後は地方のテレビ局からキャスターとしてのキャリアをスタートさせます。1990年からは中国中央テレビでバラエティ番組の司会を務めるなど、中国国内で人気を博していました。その後、さらなるキャリアアップのため司会を務めていたバラエティ番組を辞め、1994年に渡米したのです。そして1994年1月から5月まで、彼女はニューヨーク大学で映画を学びました。彼女はもうバラエティ番組の司会はしたくないと決心し、その代わりに社会番組や文化番組に興味を持ったそうです。アメリカ滞在中、彼女は2年間、ニュース、ドキュメンタリー、その他にもたくさんのことを学びました。その後、彼女はコロンビア大学国際公共関係学部に留学し、国際関係修士号を取得。留学して学んだことを生かし、帰国後はジャーナリストとしても活動をするようになります。世界中を飛び回り、600人以上の著名人にインタビューを行うなど、中国語圏の視聴者の間で高い評価を得るようになっていきました。また、2000年には夫であるウージェンと共に、中華圏初の歴史および人文テレビチャンネル、サンシャイン TV を設立。彼女は2013年、フォーブス誌の世界で最もパワフルな女性100人にも選ばれ、メディア経営者としても活動の場をさらに広げ、世間への発言力、影響力を強めていったのです。そんな彼女が中国国内で人気となった理由は、過激な反日発言でした。中国に住んでいる日本人は、みんな日本政府から送られてきたスパイだ。彼らを全員中国から追放すべきよ。日本人は貧しくて、普段からゴミ箱を漁って生きているの。このように日本を軽蔑する発言をためらわず放っているのです。普通であれば、メディアでこのような発言をすれば、瞬く間に批判の対象となるでしょう。しかし、未だに反日思想が根強く残る中国では、これらの発言に拍手で称えたのです。彼女の発言を多くの中国人が支持したのでした。実際、中国上海のど真ん中で日本の国旗を燃やしたり、大規模なデモが開催される光景が日常的に感じられるほど反日活動が行われています。こうした中国国民の反応は、中国共産党の一党独裁体制による反日教育によるものとも言えます。今や中国の経済成長も停滞し、不満を抱える国民たちの批判が中国政府に向かわないよう、批判の矛先を日本へ向けようとした結果なのです。彼女はそういった社会の風潮と国民性をよく理解しており、それを利用して一躍メディアの著名人となったのでした。もちろん彼女自身も反日思想の持ち主であることは言うまでもありません。そしてジャーナリストとして活動の場を広げ、発言力も増した彼女が、根拠もない日本への罵倒や暴言、差別発言や侮辱を繰り返すことで、中国国内での人気を獲得していったのです。強力な後ろ盾を得たことで加速する反日発言。そしてこの彼女の人気に目をつけたのが、中国を代表するオンラインショッピングモール、アリエクスプレスでした。アリエクスプレスは
中国最大手企業アリババグループが運営する通販サイトです。海外の他の通販サイトや楽天、アマゾンなどでは見かけない商品も多く出品されています。しかもそれらを仕入れ価格で購入できるということから日本でも話題となり、アリエクスプレスを使うユーザーも増加しています。このアリエクスプレスで販売されている商品の中でも中国国内では特に反日思想に関する書籍が人気です。そしてアリババグループはその広告モデルとして彼女を起用。反日発言で人気を集める彼女は広告モデルとして適任だったのです。その結果、反日思想に関する書籍の売り上げが 30% 以上向上するなど、その当時の売り上げに彼女は大きく貢献したといえます。そして彼女は中国国内で大きな影響力を持つアリババグループという強力な後ろ盾を得たと言ってもいいでしょう。世界的にシェアを広めるアリババグループが運営するアリエクスプレスの広告モデルに彼女が起用されたことで、中国国内はものすごく盛り上がっていました。しかし彼女の暴言が海外のネットユーザーにも発見され大炎上したのです。それも当然の結果ですよね。このような数々の根拠もない差別発言が許されるはずもありません。あんな人間が大企業の広告モデルをやっているのはおかしいわ。あの人はただの人種差別主義者に過ぎない。そんな人を広告で起用する企業も差別に加担しているし、そんな企業から物を買う人間も差別に加担しているのと同じだ、などと海外から非常に強い批判を受けたのでした。そしてアメリカのテレビ番組に彼女が出演した際、インタビューに応じたのです。彼女に対してアメリカ人司会者が次のように問いかけました。現在海外で問題になっているあなたの差別発言についてどう思っていますか。これに対し彼女は強気な姿勢を崩さず、驚くべき返答をしたのです。私は事実を述べただけに過ぎません。問題になる要素は全くないですよね。だって日本は本当に中国にスパイを送り込んでいるんですよ。むしろ海外で過敏に反応されているとしか思えません。日本の景気は悪くなる一方で厳しい状態が続いているのも事実です。しかし中国経済は日本とは違い、世界の工場として大きな成長を遂げています。他の国々も中国のようになりたいはずですよ。自国のことは自画自賛する中、彼女の反日発言はさらにパワーを増し、過激な発言は徐々にエスカレートしていったのです。しかしその発言に対しアメリカ人司会者は、誰も中国みたいになりたくないですよ、羨ましいとも全く思っていません、と強烈な一言を浴びせたのです。するとその言葉に激怒した彼女の口からはついにこんな発言まで飛び出したのです。日本人は全員滅べばいい。中国国内ではこれほど過激な発言でさえも批判されるどころか、国民の気持ちの代弁者としてますます彼女は支持されることになるのです。インターネット上でも異様なにぎわいを見せていました。ところがこの後大きな落とし穴が彼女を待ち構えていたのです。後ろ盾がなくなり大ピンチ、態度が一変するヤンラン。この日本を貶めるような発言に再び海外ネットユーザーの間で大炎上。そしてその批判の矛先はアリエクスプレスへと向かったのです。アリエクスプレスは人種差別を助長している、人種差別企業から物を買うということは自分も人種差別を肯定していることになる、だからこの企業からは何も買わないことにするよ。こんな大企業が彼女の発言に問題があることに気がつかないのか、信じられないな。一体彼女の何を見て広告モデルに選んだのか全く理解できない。それほどまでに中国国民のモラルは低いということがよくわかったよ、と批判が殺到。するとやがて不買運動へと発展し、アリエクスプレス会員脱退チャレンジと多くのユーザーがアカウントを削除し始める事態になったのです。海外からの売り上げが大きかったアリエクスプレスの利益は激減し、アリババグループにとって大きな損失となってしまいました。ここでようやく事の重大さに気がついたアリババグループはある決断を下します。アリババグループの CEO が公式インタビューで、アリババグループはヤンランとの契約を解除すると大々的に発表しました。
さらに今までの広告映像に関しても全て取り下げるとも公言したのです。彼女のような人種差別行為を繰り返す人物とは一緒に仕事をするつもりはありません。アリエクスプレスで働いている従業員たちには関連教育を受けさせる準備を進めていますとこれまで指示し、広告モデルにまで起用した彼女を完全に突き放し、自社の信用回復を図ったコメントを発表したのでした。こうして突然強大な後ろ盾を失った彼女は完全に立場を失い、あれほど強気だった姿勢はどこへ行ったのかと思うほど態度が一変。私はこれまで日本を罵って中国で人気を得ようとした行動を全て反省しますと手のひらを返したように反省の弁を SNS に投稿しました。しかし反省しますと言いながら、これまでの日本を差別し侮辱するような発言に対する謝罪の言葉は一切ありませんでした。そして自身の人気を得るためのキャラ作りだったと主張するかのようなコメントに、海外だけでなく中国国内からも批判の声が集まる事態になったのです。日本を散々罵って人気者になり、これまでにかなりの大金を稼いでおいて今さら謝るとは何事か、日本に失礼だと思わないのか、彼女の発言はもう何も信用できない。こうして海外から批判を受けるだけでなく、中国国内でも一気に人気を失ってしまいました。窮地に陥った彼女が取った行動とは。そして追い詰められた彼女はメディアの取材を受けると次のようにコメントしました。私の考えはあまり深く考えずに結論を出した浅はかなものでした。私の発言によって傷ついた全ての日本人に対して心から謝罪します。お互いの友好的な関係を尊重せず、不快感や困惑を引き起こしたことについて深く反省しています。私は心から申し訳なく思っており、今後はより慎重かつ責任を持って意見を表現していくことをお約束いたしますと涙ながらに謝罪したのです。しかし時すでに遅し、涙を流して謝れば許されると思っているのか。現状の批判の嵐から逃れるためだけに涙を流したのではないかなどと、一部では彼女の行動が単なる現状を逃れるための一時的な行動に過ぎないと批判が収まることはありませんでした。それまで繰り返した彼女の過激な発言を考えると、反日思想として定着したイメージを簡単に覆すことはできません。その場しのぎで謝罪していると思われても仕方ないでしょう。中国国民も彼女の反日思想を支持していたわけですから、彼女が世界的に批判されるということは自国、そして自分たち自身の思想が異常であるということを自覚してほしいです。しかし人ごとのように彼女を批判しているのですから呆れてしまいますね。何年もかけて続けてきた彼女の度重なる過激な暴言は今さらなかったことにはできません。そしてそれによって不快な思いをしたり傷ついたりした人々の心を元の状態に戻すことはできないのです。ですが他人をけなして成功する者たちは必ず失敗するだけであるという教訓を得ることができたのではないでしょうか。真の自己の価値は他人を非難して得るものではなく、自分の持つ能力で証明しなければならないことを覚えておきたいですね。その後も彼女は SNS やテレビで謝罪を続けましたが、世間から受け入れられることはなく、メディアから姿を消すことになり、仕事も失ったのでした。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからコメントが届いているので、その一部をご紹介します。日本の成長はまだまだこれからだよ。日本を罵ってばかりいると中国なんてすぐに追い抜かされてしまうぞ。僕が日本を訪れた時、ゴミ箱を漁っている人なんて見たことがなかった。それより日本の街はゴミ一つ落ちていないし、綺麗すぎて驚いたよ。この人は日本に行ったことがないんじゃないかな。そもそも差別的な過激発言をした本人が悪いのだが、それを煽った中国国民や企業も悪いと思うぞ。日本人のことをもう少し見習った方がいいんじゃないかな。僕は日本に少し住んでいたことがあるけど、そんな非常識なことをするなんて日本では考えられないよ。日本の素晴らしい国民性を中国にはぜひ真似してほしいな。さすがにこの発言は下品すぎる。日本のことを叩けば叩くほど自分たちが痛い目を見るだけというのがわからないのかな。
中国は日本の協力がなかったら発展しなかったものもあるんだぞ。もう少し日本に感謝したらどうだ。感謝もしない中国に文句一つ言わない日本はさすがだな。日本ではこういう反日中国人の存在を一切報道しないということが恐ろしいな。もっと日本国民に知ってもらった方がいいと思う。何も反論しないから中国から何を言ってもいいと思われてしまうんだよ。いつになったら日本はそれがわかるのかな。本当の問題は中国の国民性にあるんじゃないかしら。中国人のモラルのなさなんて今に始まったことじゃないからね。中国が日本を見下すなんてありえないことだわ。どこを比較してみても中国より日本の国民性の方が素晴らしいよ。いかがでしたか？今の世の中、個人としての発言にも責任を持たなければいけません。メディアなどで不特定多数に対して発信する立場であればなおさらです。中国の長年にわたる反日教育が彼女のような思想を作り上げているのかもしれません。しかし反日思想を持っていたとしても相手を思いやる気持ちを持っていれば差別したり侮辱したりするようなことはないはずです。そもそも過激な言葉なんて出てくるわけがありません。他人に思いやりを持っていれば聞いた相手がどんな気持ちになるのか、その周りで聞いていた人々がどのように感じるのかを想像するからです。人間誰しも嫌いな人嫌いなものがあるのは仕方のないこと。だからといってその相手を差別し侮辱することは許されることではありません。今回の騒動はそれが理解できなかったヤン・ラン個人の問題でもあり、中国人の国民性が世界的に見て異常であることが証明された出来事だったのかもしれませんね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。